国債は、国債は、国家が、証券発行という方式で行う借入金のことで、ある。発行時に償還期限と利率が定められており、基本的には、購入者はこれに応じた利息を受け取ることができる。償還期限を迎えると、元金である国債の発行時の金額が支払われる。ただし国債は、条件の変更などに関して政府によって一方的に、 決定が行われることがある。また国債に関しては、その保有者は、債務の履行に関して強制力がない。国家が、元本、利子の支払いを保障しているため、金融商品の中でも、比較的、安全性は高い。ある国債が安全であるか、あるいは安全でないかということは、それを発行している国家の財政の状態などによる。格付け機関が、 各国の国債の評価、格付けを行っている。国債は他の債券同様に発行された後でも市場で売買できるため価格は常に変動する。国債価格とその裏返しとしての国債金利は世界情勢や国債を発行している国の社会動向、財政状態、経済状態を反映するため政治的にも非常に重要な要素である。 国債をめぐる政策は、抗議の近代化である大航海時代以来、長く社会問題の軸になってきた。君主が発行する交際は、君主の私的債務か国家の公的債務かの区別が曖昧だった。召喚の原資が必ずしも保障されておらず、資金繰りに困った君主により、恣意的に再建放棄させられる危険性ばかりでなく、時代の君主が、 先代の債務を引き継がないなどの原因でしばしばデフォルトに陥った。そのため、交際は召喚期限が短期でリスクを反映して利率が高く、それゆえ君主が返済に困ってデフォルトを繰り返すという悪循環を繰り返していた。絶対王政の時代には欧州の君主はしばしば戦争を行い、それらの戦費はこうした交際で賄われることがしばしばであった。 召喚期限が長期で利率の低い国債が安定して発行されるのは恒久的な議会が国家の歳出と歳入、課税に関する権利を国王から奪取し君主の私的財政と国家の財政を分離する時代まで待たなければならなかった。オランダではホラント州の議会がそのような宣弁をつけ、オランダ国王はホラント州議会の保障を裏付けとして 交債を発行することができた。イギリスは、ウィリアム3世の時代に、オランダの制度を導入して、国債の発行時に、返済の裏付けとなる恒久的な税を創設する、ことなどが行われるようになった。名誉革命と、権利商店により、議会が国庫と課税を管理し、君主は、議会の同意なしに課税も、国庫からの支出も行えなくなった。 イギリス議会は、コンソル債と呼ばれる、単一の国債に、すでに発行済みの複数の交債を一元化し、金利の安定化と流動性の確保に努めた。それにより、コンソル債は、欧州で最もリスクの低い債権として信用され、各国の国債のベンチマークとなった。この過程で、イングランド銀行は、国家の採出、採入口座を持つ、 唯一の銀行、すなわち、中央銀行としての地位を確立した。欧州では18世紀までの度重なる戦争で、諸国政府は、莫大な国債発行残高を抱えていた。イギリスは19世紀初頭には、国民所得の数倍に達するほどの発行残を、抱えていた。その後、産業革命による活発な民間投資と、経済成長、夜景国家政策により、 国民所得に対する比率を低下させた。中央政府が発行した国債を中央銀行が直接引き受けることは財政規律や通貨安定を損なう恐れがあるため各国でそれを避けることを目的に中央銀行の直接引き受けについて一定のルールが設けられている。日本における財政法第5条のように 中央銀行が国債を直接引き受けることは原則として禁止している国が多いが中央銀行が市中から購入することは広く行われている。2010年11月にアメリカの FRB は8ヶ月間で総額約50兆円の米国債を買い取る決定をした。その際に FRB 議長であるベンバー南旗はこの国債の引き受けの目的を 長期金利の上昇を抑制するためと述べている。経済学者のミルトン・フリードマンは、国債の中央銀行引き受けを当局が勝手にできる増税とし、国債引き受けでインフレにしてしまえば通貨価値が目減りするため、国民から調税するのと同じこととなり、増税幅が物価上昇率に束ねられて事前に決められずによく、ないと批判している。日本における 財政法第5条には、正し書きで、特別な理由がある場合には、国会の議決の範囲内で直接引き受けは可能で、あるとしている。経済学者の高橋大一によれば、直接引き受けについても、実際には満期を迎える国債の借り換え債の引き受、け等という形で日本銀行による国債の直接、引き受けは、毎年行われており、国債の日銀引き受けは、 禁じ手というのは文学的表現に過ぎないとする。2011年末時点で日本銀行は67.6兆円の日本国債を保有している。さらに国債の他に政府短期証券も24兆円保有している。森永拓郎は日銀の国債会切りオペは国債の買い支えを意味するため国債暴落を防ぐ手段の一つとなっていると。 指摘している。第一生命経済研究所主席エコノミストの熊野、秀雄は政府が国債発行による債務返済を完済するという約束が通貨の信用をつなぎ止めている一方で消費税増税への反対論にある日銀の国債引受けは日銀が政府の当座預金に無制限に資金を振り込むことになる。 これは、お札の増殺と同じことであり、国民が、貨幣価値を疑い始める恐れがあると指摘。日銀の国債引き受けが、悪魔的手法と呼ばれるゆえんであると述べている。2012年11月17日、自民党の安倍晋三総裁は講演で、建設国債を、できれば、直接日銀に買ってもらうことで、強制的にマネーが、市場に出ていくと発言。 これについて現実離れしていると債券市場では見ているものの為替が反応しているため無視できない日銀による国債引き受けを前提としたインフレ脱出策は禁じてこれは悪いインフレを作り出しインフレが収束しないリスクを伴うからだ等の見方が出ている銀行による国債購入は日銀が政府から直接国債を購入して政府が 日銀に開設している口座に預金を供給すること、いわゆる財政ファイナンスとほぼ同じである。というのも、銀行による国債購入も日銀が供給した東西預金を通じて行われているからである。ただし、銀行が国債を購入して政府が支出する場合は、銀行の日銀東西預金の総額は変わらないのに、対して日銀が政府から国債を直接購入する場合は、 銀行の日銀当座預金の総額は増える。銀行の国債購入という事実上の財政ファイナンスは普通に行われている。2000年にアルゼンチンがデフォルトを宣言している。この時はアルゼンチンがアメリカからアメリカドル建てで借りていた債務が支払い不可能に陥り、デフォルトを宣言するに至った。国家が債務不履行に陥るのは 上記アルゼンチンの他に1998年のロシアや2012年のギリシャのように外国から外国通貨建てで借金している場合である。政府と国債のみを見ると自国通貨建てである限りいくら発行しても直接債務不履行を招くことはない。ただし他国通貨建ての負債を政府が有する場合はその限りではない。永遠に 財政破綻しない政府であれば、債務を完全に返済しきる必要もなく、国債の償還期限が来たら、新規に国債を発行して、同額の国債の償還に充てる借り換えを永久に続ければ済む。民間企業と異なり、国家は永続を前提としていることから、このような手法が可能となっている。現在のほとんどの先進国において、 国家予算に計上する国債費は利払い費のみで償還費を含めていない。通貨発行権を有する政府は個人や企業のような民間主体とは決定的に異なる特殊な存在であり国家財政や国債を家計に例えて議論することは意味をなさない。債務不履行を過剰に恐れて国債発行を抑えていることが 日本のデフレ不況の一因として指摘されることがある。政府は、原理上は、その流通量を増やすことで、自国通貨の価値を変えられる。このため、自国通貨で負債を増やす限り、返済する必要がないという風うに言われる。この点は、他国通貨での負債とは、性質が異なる。ただし、現実には、通貨増刷には、副作用が伴う上、 狙った通りのインフレ率を達成する方法もない。また、返す必要はないというのは、再現なく、国債を発行し続けることが前提である。アメリカ合衆国では、1990年代初め頃、頃政府は、史上最悪の財政赤字を抱えていたが、1998年には、財政黒字に転換した。背景には、 クリントン政権の財政再建政策と IT を軸とした活発な民間投資がある。しかしその後、2002年に再び赤字になってからは財政赤字の状態が続いている。信用力が高くユーロの指標金利となっている。このため利回りは非常に低く2012年にはマイナスを記録している。21世紀に入って、 資源価格高騰などで活況を呈するオーストラリアは、累積国債の艦債を実現できる段階にまで達した。艦債により、長期金利の基準がなくなることが有料されるほどである。発行国の国外で売り出しまたは、売り出しの取り次ぎがなされる外国の国債は、海外債券の一種で、外国債という、主に証券会社の証券外務員。 ネット証券のルートを中心に販売されている。アメリカ、イギリスなど先進国のものから、金利が比較的高いオーストラリア、さらにアルゼンチンや南アフリカ共和国などの開発途上国まで、リスクとリターンは多種多様である。ただし、外国債は海外債券であるため、海外債券保護預かり、口座などの名目で、 毎年口座管理手数料が徴収される場合が多く、預け入れ資産が一定以上でなければ、手数料で元本割れする可能性が高い。また、侍祭を除いて、基本的に本国通貨だけで購入することが一般的であるため、放課と外貨の為替変動リスクでも損益が大きく、変動する点も留意しなければならない。国債の信用力については、 民間会社による格付けが行われている。参考のため一部の国のみ掲載する。S&P と Fitch レーティングスでは、同じ記号でプル a から A, BBBB, CCCC という形式で表記され、a c c c までにオフ化することでさらに3段階に細分化される。ムーディーズでは、AAA a,、ー、B, C, c. という形式で表記され、やはり AA 化までは1、2、3を付加することで3段階ずつに細分化される。それぞれの意味合いは以下の通り。日本の財務省は2002年に大手格付け会社のムーディーズが日本国債を格下げしようとした際、日本やアメリカのように先進国の自国通貨立て国債のデフォルトは考えられないとして各格付け会社に対して デフォルトとして、いかなる事態を想定しているのか、等と,と説明を求めている。ありがとうございます。